ルーキさんがデスノートを拾ったらどうしますか？誰かの名前を書きますか？本物かどうかを確認したいので、多分プーチン大統領とか書くんじゃないですかね。それで、あ、本当だって分かって、で、基本的にはテレビとかに出てる有名な人の名前を書くだけで、僕と私的な関わりのある人の名前は一切書かないと思うんですよね。なのでデスノートを持ってたとしても絶対に捕まらない自信があるんですよね。そもそもその日本で誰かが死んだって言って、今僕ドイツなんですけど、日本の警察の人がわざわざドイツに捜査に来たりはしないじゃないですか。だからやっぱね、デスノートは漫画としてはすごい面白いんだけど、やっぱりバレないようにできちゃうんですよね。だからあれがバレてしまうというのは、まあ、バレないと漫画にならないから仕方ないと思うんですけど、でもまあしょうがないですよね。はい。